さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年、5月27日、16時45分、佳子様へのメッセージなんですけども、まあだいぶちょっと気持ち持ち直して、その結婚キーワードは佳子ちゃんで固定ですよ。佳子様で固定、秋篠宮佳子様で、で、その痩せ我慢をしてるわけじゃなくて、それでほっぺたを落としちゃダメ、取り返せるから、あの神がかり的な時間の世界は、その感情は、それは僕は人間だから、それは悲しい時はあります。だから怒らされるようなことをされたら、やっぱり、ある程度人間だから怒ります。それはもうしょうがないです。相手が悪いことしてるんだから。で、その台風の件だけじゃなくてね、佳子様について、映像見たら分かるんですけども、佳子様の方から手出そうとしてるでしょ、異性の男性とね、好きな人と結婚したい人ととは違う人に自分から触りに行ってるでしょ。その時点でおかしいんです。変なんです。異常で、それをするから皇室の人たちが、昔は右翼団体とかが騒いでいたりだとか、その、いや、だからもともとエロ業界、お触りデートとか、おつなぎデートとか、もう手つないじゃってるの、それ。で、それも、しかも公務で、みんなのお金使って。違うよ、私たちは株持ってるのよ、通用しないから。NISA、非課税、無理。僕は佳子ちゃんのこと大好きだし、まあ、その結婚したいっていう気持ちに嘘偽りはありません。だけども佳子ちゃんの方からそういうふうなことをすると、台風の件も言いました。でもうあんな、もう右翼団体、あんなものが増やられたら困るの、こちらも。本当にまともがある人間怖いから、僕いつも一人なんです。で、佳子ちゃんがね、おつなぎした最初の黒い背広を着ていた男、日本語喋ってません？こちらに行き来していた人、格闘技業界の人間、はっきり言ってそこエロ業界よ。もう見たから、そいつらがしてるところ、何回も何人も。で、ちゃんとその e-fight っていう記事のところとかに、ちゃんとちゃんとというか、この間の確認者から、僕はもうライジンも、ちょっともう遠慮しますっていうのを、ライジンっていう探した時に、e-fight っていう記事が出てきて、もうそれも僕はもうまず目で見ることないんですよ。で、まあそこのところでね、エロ業界の CM がついてるんですよ。あ、もうこの記事やめとこうって。あ、もうそういうことはもうライジンいいやって。もう昔もそれ、K1 とか。だからもうみんなその、エロ売ってまで金に変えようとかそういうことじゃなくて、あとまあ、まあそれは、一般人の方に向けてのメッセージなんですけども、だから僕は、親がね、その、介護の時に、介護業界の人間がね、風呂の入浴でね、母親が、僕にね、体を洗ってもらいたくないって言って、異性だから。だからそれは多分僕のことを考えていて、あの年にもなって母親に触ってるとか言われるんちゃうかと、まあそういうふうな母親の気遣いから、まあ母はそういうふうに言ってくれたんだとは思うんですけども、介護業界の人間で、そのエロ業界側の人間が来て、その僕に強制わいせつした大瀬まりなね、そいつが私の母親の体洗ってるんですよ。で、その前にね、有馬警察署の竹中さんだったと思いますけども、平田さんか竹中さん、介護職の人間とかとトラブルになったらあかんよとか、なんか、そんなこと言ってるんですよ。だから竹中さんっていう人はもうかなり年配の人だから、どれぐらいのことを覚えてくれてるのかわかんない。で、これも有馬警察署の人と何回も確認してるんだけども、覚えてくれてない人多いんです。今までのこと。多すぎるんですよ、本当に。ずっと本当に。で、また今ガシャンって言ったでしょ？今の音、車が通り過ぎていって、僕への、威嚇行為なんですよ。あんなところ、普通踏まない踏まない。あ、今来た車かな？こいつか。あー、こいつや。時刻は？これぐらい。多分喧嘩売りに来てる人間。もうこれが事実。で、
本当のこと言われて困るんだったら、最初から悪いことして金稼ぎしようとしないこと。だからこれは、ちょっとね、もう、かこちゃんからしたら、その、結婚する気云々とか、好きだった気持ち云々あると思います。だけども、これは、普通、それで、ね、注意してくれる人って、あ、この人本気で私のこと好きなんだなって、昔自分がキスした人で、その人がちゃんと自分の思いに応えてくれる人で、普通喜ぶところなんよ。そこはわからんの。次は次へと手出すっていうところが。自分からだって手出してるもんな。触りましょうって。手握ってくださいって。で、相手の老人男性。綺麗な女の人が来た。向こうから手出してきて。喜んで。こっちからしたら、そこの死のうと、喧嘩になるよ。当たり前やん。常識考えろ。世界のルール、法律や。それで1988年、世界中の政府首脳部である。みんな集めて、神戸市立ホテルウルツラパークで、異性同士の握手はやめましょうっていうことになったの。そうじゃなかったら、そこでまず第一歩で止めてなかったら、あるからエロ業界、本当に。潰しても潰してもキリないのは、はっきり言ってあなたたちも責任あるの。そういうことをしないっていうところ。両方、その浮気をし、だから、それ自体がもう浮気なの。お触りなんかしないって、だから普通の人。で、それで僕に注意されたら喜んじゃうんでしょ？顔笑ってるから。で、怒らせてテレビに物を言わせて、睡眠不足にさせていた。無理だって、そんな世界。テレビ局のアナウンサー。淡井圭介と結婚話した人間。僕とデート、ない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 。家、どこに住んでるか、全然知らん。出身地まで偽った方がいいから。それを言葉、出生地と出身地まで変えよう。で、その、かほちゃんのその、だから泣くか怒るかしか感情の行きどころないから、だからかほちゃんのその将来を誓ってのキスと、それを確認しに僕のところへ来たわけでしょ？で、まあ、一応ここのところを手繋いで歩いたりだとか、まあ何か話をしたはずです。で、これね、まあまあもう昨日とかもう土曜日もそう怒らないでものを言おうとは思ってたんですけども、まあ一応競馬会も落馬はなかったんでよかったんですけども、だと思います。ありました、わかんない、もうだからもうこんなルール無理、本当に僕だって精神的に。だからその佳子様がそれプラス落馬をさせようという引き金トリガーを引いていたっていうことになるんですよ。本当に本当に、だって淡井圭介が怒った時百発百中で落馬。で、それも狙って落馬なんかみんなしてないですよ。もう、ひどい時、馬が足つんのめってるの。で、ガクってなって、もう、騎手の人がもう前方に思いっきり投げ出されて、時速やっぱり、60キロ以上とかで走ったりしてるから、もうそんなところで急にガクンってなったらもう体飛んでいきます。で、だからお亡くなりになった人は、後続馬に、踏まれてお亡くなりになったんでしょ。だって馬体重軽い馬でも400数十キロですもん。大きい馬、体大きい馬はもう500何十キロ。無理よ、あんなのに踏まれたら。僕も以下競馬場に友達に連れて行ってもらったことあるんですけども、まあ別にお金かけなかったんですよ。一回ちょっと本当に馬蹄の轟きってあれ本当かなって、それちょっと見に行かへんっていうことで見に行って、で、僕はお金かけてないんですよ。で、まあ、友達はかけていた。まあまあ、それはもう、そんな、どの馬がどれぐらいの速い馬なのかわからんようなレースにかけたって当たるわけないでしょうっていうのは僕からの本音なんですけども、最後のコーナー回ったところから、最前列にいたらね、馬蹄の届き聞こえてくるんですよ。っていうことは、
ものすごい力で地面を蹴ってるわけなんですよ。でそんな馬に踏まれたら人間なんかひとたまりもないんですよ。なぜ土日、だから日本の法律にも当てはまってくるんですよ。土日祝日が行政がその休みにしてるから割増賃金つくでしょ。で日本の時間帯でその割増賃金がついてるのかどうか、深夜手当もうやりすぎ。なぜそこで楽しくなっちゃうかっていうと、そこで誰かが苦しんでるから。なぜか奴隷制度があったから。だから精神的に人間性を否定してるわけじゃないけども、そこで笑ってしまう。僕はやめてくれっていう、その僕は怒って言う時って言ったら本当にやめなきゃならないことだから、それ受け入れてもらわなかったら無理だって。武豊さんだって、1回か2回は絶対それで骨折してるから。でその次は福永祐一、彼も2回ぐらいか、落馬だけで見たら3回以上は落馬してるでしょ。僕と同い年会って 働きに来た方、フーツラバーグ で、その福永祐一の嫁さんも淡井圭介と会って、でテレビ局のアナウンサーになってる方だから、だからいろんな、なりわいと書いて GO を背負ってる状態だから、もう福永祐一雄一騎手にもうそれ勝ちましたよ。僕も狙って勝ちに行って、世界の G1 世界戦、彼が武豊さんよりもあの年齢で世界の G1 日本馬の日本の騎手として一番勝ったんです。だからもうこれで、もうこれもうやめとこうって、もうそのうちもうもっとひどいことになるのも僕も見たくないから、もう調教師とか、まあまあ、馬の面倒を見る係ぐらいからでも初めて、まあその調教師とかのすることとか、本当はまあ、ジョッキーの人が馬の面倒を見ながら、まあ調教師みたいなところも半分兼ねてる部分もあるから、まあまあそういうふうな厩舎の担当、まあ年齢的に考えても、まあそういう年齢だから、もう40、僕と同い年だから、まあ40歳過ぎぐらいで、まあある程度その、まあ、役員みたいな形で仕事し始めなかったら、最初の頃は役員としての仕事をしなかったら役員の仕事もわからないし、だからそれぐらいの年齢から始めなかったらもうダメなんですよ。だから第一期安倍政権、安倍晋三さんが総理になった時って50代なんですよ。50歳前半。どん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 その海外なんか特にそうですけども、ジョー・バイデンさんなんかもう80代じゃないですか。で最近の多分ジョー・バイデンさんの映像だと思うんですけど、多分前までのニュースが副大統領としてジョー・バイデンさんが働いていた頃の映像をテレビで放送していたでしょ。だからもう80歳超えてるから、やっぱり動き方とか体の動き方とかはもうぎこちないし、喋ってる言葉自体がたどたどしい。だから、もうみんなが、どう言ったんですかね、もっと若手の人とかで、自分たちがこの世界をどうにかしなきゃならないんだっていう強い気持ちを持ってる人間、覚悟までは、ちょっと世界のトップにまでは言わないです。もう今、もうややこしいことが多すぎますから、やっぱり手錠をかけられている人いっぱいいますし、だから安倍晋三さんも結局死んだことにされてますけども、その後どうなってるんだろうって。すごく怖いことを考えたときは、だから、もともと韓国のイミョンバク大統領が死んだことになって、日本のサッカー代表で、2002年のワールドカップか、そのあたりの頃から、日本代表の、岡田監督になってるでしょ。あの人はイミョンバク大統領のはずですよ。もともと海岸しない時の、目が細くなったり小さくなった時の顔で、韓国の大統領を詰めておいて、で、ある程度の目の大きさの時に、日本に帰ってきて、顔が変わってるから、これでなかなかバレないだろうっていう形なんですけども、だからそういう人が、宝塚三田病院の僕の担当の医者として現れたことがあるんですよ。それが2022年。で、その医療機関で働いてしまった人がコンピュータープラスで僕へのどういうふうな対応の仕方になってくるのかっていうこととかも、やっぱり僕は正直、経
懸念をいつも抱えてますし、なのでそんなに佳子さまが僕への嫌がらせを喜んでしたがるのかなって、じゃあ僕が築いてきた世界上層部の人たちとも、それまでね、変なあの女性の人いっぱいいたんですよ。ほっぺたに、相手のほっぺたにキスしたいとか、佳子ちゃんしたいの、じいさんとかに。嫌でしょ。だからなぜ握手してしまうの、おじいさんとかに。はっきり言いますよ、佳子さまのことを言ってるわけじゃないですけども、もうこれは恥ずべきことですけど、日本のエロ業界でね、若い女に手出してる老人男性いっぱいいるんです。でそいつは金持ちにしか見えないんです。だからフルツラパープで僕は1997年、8年、9年働いていた時に、その実際に働きに来た人間じゃないですけども、やっぱりお金払えばそれは入れるわけですから、誰でも。でゲートにいる人間は、まあ、どこの誰が来てるかなんかわからないですから、どうやらエロ業界系の、娘だったみたい でその娘に対して、お前が手出さないんだったらこっち側で回したるわとか言いに来た男4人組がいたんですよ。で、その、まあ、今から、まあ、そういう業界のことを一切聞きたくないっていう人は一旦一定しかもう遮断してもらったらいいんですけども、その西野翔っていうやつなんですよ。アダルトビデオのその女優名が。でもうその興味本位とかじゃなくて、昔の映像とかそういうことなのか、そいつらなのかっていうところでもう一致してましたね、そいつらです。なんか東京とかにエロ業界の人間はものすごい数いるんだと思いますよ。いろいろいろんなものを探し回しましたよ。こいつは何おんねんと、こういうやつらと。でそいつらとやってる男どれぐらいおんねんと。でその元たどっていったら、だから僕が大阪ヒルトンホテルとかで勤務していた時に、1999年で一回そのフルーツラパークで一緒に働いていたものでね、向こう側の上流のところからだったと思うんですけども、緑色の染料が流れてきている、川の色がこんな色になるわけがないって、誰かが上流で、染め物をしていて、そのままあの川に、不法投棄していると。でそれ見に行って現場を押さえて、まあ、それを報告して、まあ、財団法人みのりの校舎には弁護士さんとか議員さんがいましたから、でそれで辞めさせて、で、その後次ちょっと「あいこもうアダルト美容のコーナー一見潰してるし、これこういうのあるけどどう思う？」っていうので、もう俺もちょっとそれ自分で買ったりするの嫌やから、あとは淡井君が決めてって言って、でまあいろいろ聞いて、でもうええからもう見てみようかと思って見て、で正直古田さん、プロ野球選手のキャッチャーの日本代表、めちゃくちゃヤクルトスワローズ、明治神宮、神社長の参加、明治神宮球場、国鉄、もともとお金の出元、みんなの労働力だ。佳子ちゃん、できるだけ常に敬語で僕に言われた通りにしてもらえます？根拠とかあるんです、理由とか。そういう風にしてもらわなかったら無理だって。僕一人一個人の感情だけじゃなくて。でその後ね、その格闘技業界側の人間とかを見かけてたりもするんです。多分こいつじゃないかなって、ね、夜中のね、あもう、ま、間違いない、まずそいつは女性のプロレスラーとして出ていったやつで、男はもう前から同じ男、あの首から十字架ぶら下げていて、で中黒い服着ていて、僕より背高いで体もがっしりしてる、ちょっとやそっと体鍛えてたぐらい、じゃあそいつが暴れ始めたらもうこっち無理だろうなっていうの、もう連れてる女まで、そのもともとね女子のそのプロレスラーとして出てたやつやから、昔からそいつも、もう僕は二十歳ぐらいの頃から喧嘩売ってきよう、もしかしたら僕より年齢上なんちゃうかな。
チャックが開いとうとか何か言ってくるんですけども、チャックなんか開いてない開いてない、確認した。でそれ警察に通報しながら、まあその聞いてくれてた人が、そのいやだからカコちゃん握手してる相手ね、ボディーガードとかでガードマンのようなふりしてる人間がエロ業界側の人間とか多いんです。これが現実なんです。受け入れてください。でそういう社会をなくそうとしたいのに、僕は強制わいせつされて悔しい思いをしたから、なぜ協力してくれないんですかっていう悔しさがあるんです。それでも敬語使わなきゃならないんですかって、これが権力ですかっていうことを言いたいんです。黒人初の大統領オバマさんがで、なっても意味ないじゃないですかって。子供の頃のカコちゃんとか若い頃のカコちゃんが会いに来た時に言ってくれたのは、私が頑張って英語を覚えるからオバマさんとの通訳私がしてあげるだった、私が一緒に連れて行きますって、それ笑いながら言ってた。そしたら真面目な顔して言ってないんだったら本気度とか足りない、笑い事、それで連れて行ってもらわなかったらやっぱりおかしいなってなります。で山口博之さん、ハワイケース系の賃金の不払いをしていた黒い服を着ていた男を連れて行って、その男に、その男もなんかちょっとね、今考えたら変だなって佳子さんも思うでしょ。で佳子さんはなぜその男を選んだんです、既婚者である男。だから昔は、だから昔から佳子さんの行動変なんですよ。短いスカート海外で履いていたり、極端に。だからその下に履いてるものはズボンじゃなくて、あれは下着だから、あれは下着、下着。皇族も収まらないようになってきてるっていうのは何がよ。各自自分で淡井圭介がやめてって言ったことやめてくれたらよかったやん。皇族だけじゃなくて他の人間も。でエネルギーの残存量問題、淡井圭介一人だけで解決せえって、無理だって、そんなんこんな状態で台風の相手せえって、コンコンじゃないよ。もう電波で、カコちゃんの声でコンコンって言ってきてるけども、だから来たふりしよう、電波で。もう、こういうふうな、科学業界の、科学業界のね、だからもう政府に理化学研究所を持たせたらダメだって、絶対。お金プラス、何でもできてしまう、人の嫌がらせをしても喜んでしまう、すぐに真面目な顔して、すいませんでしたって言わないと、自分で。淡井圭介さん、すいませんでしたって。行動を改めますって言ったらいいんですよ。なんで自分からこう手出すんです？その男ともしました？握手じゃなくてもうちょっと先のこと、そういうことなんですか？エネルギーの残存量問題とかがあるのに、世界中富を回っちゃダメだっていうことになっていたのに、それで台風発生してるから本当に。で、もう期間見たらわかる。テレビで放送し始める時期とか、公務の日程が公表された時、22日。だから23日ぐらいには、もう絶対こうなるなっていうのがわかってるから、もうインドネシアとかフィリピンのあたりから、だからもうあの人たちのお怒り、本当はこいつ。ただ、もうちょっと違う話をさせていただきますと、まあこれ、アメリカの人の皆さんには、まあ、一応まあ謝罪した動画を先に上げときましたんで、まあ、皆さんね公開してもらったらいいと思うんですけども、その第二次世界大戦のその先制攻撃について、で一応これ言っておかなかったら僕はそういう謝罪をしてるっていうことを知らない人たちとかいたらやっぱり誤解されてしまうから、まあ変な言い訳してるって思われても困るから、ただこれも自分の国でもあるなっていうことを想定しておいてほしいんですけども、その日本は、まあ、戦争なしで朝鮮半島と、台湾を併合していた。で、満州国に関してはもう武力使っています。だからその辺に関しても中国の皆さんには本当に申し訳ございませんでしたと。まあ、こういう話になるんですけども、あの時の状況ね、ちょっと世界中の人とかでも考えてもらった時に変だと思いません？だって北はロシアっていう大国で、西は中国という大国。
で東のアメリカまで相手に戦争すると思います？これ多分ね、もともとのことから考えると、併合した地域、もともと日本っていう、もともとの国境、今の国境、今の国境までで、自分たちの国っていうことにしていればよかったのに、併合された国とかの人たちが混ざってきたときに、意見が合わなくなって喧嘩になって、富を搾取されてるだとか、そういう話とかになって、特にもしかしたら中央系の人と燃えてしまったのかもしれない。けど仲良くしなきゃならない話とかもあって、そういう人たちが政府上層部に登っていってたと。で、その中で、まあ、騙す云々の部分とかもあって、ある程度の、軍部上層部に、その、純日本人じゃない人間とかがこう上がっていったときに、うまく、その人間も、いや、こっちではこう来て、こう聞いてたんだけども、っていう形で、先制攻撃してるような、形もあるんじゃないかなって思ったんですよ。で、これ一応、なぜ皆さんにね、メッセージとして言っておかなければならないかって思ったかっていうと、いろんな仕事場で、後で自分が働いてた神戸市立ホテルフルーツラバークもそうなんですけども、サンパルスロッコもそうなんですけども、アダルトビデオに出とった奴らと一緒に働いてしまっていたんですよ。で、まあ大体の人間は共通して言えるんですけども、髪の毛金色近くに染まってるんですよ。で、握手した相手、日本語喋ってたでしょ？髪の毛金髪に染めてた人間、日本人、どこの国の人？ギリシャ。だダメよって言われたのに、だからカコちゃんそれで楽しくなってるのは、その男と手を繋いだ瞬間、その男 との距離の方が近くなって、次じいさんと手を繋いだから、まあ僕から離れた存在になってる。僕はそれでも結婚希望相手は佳子様ですし、その佳子ちゃんが子供の頃に言ってた言葉、その心を取り戻してくれるっていうことを信じてます。それがなかったら、この社会は世の中まともになるのか絶対無理なんですよ。将来を誓ったキス。もちろんそれは結婚っていう意味。だから、この間で、まあ、その、首から十字架ぶら下げてる、その男と、下品なね、その女。まあまあ、喧嘩を売ってきてるのはその下品な女の方なんですよ。で、もう多分、出ていたやつなんじゃないかなって、それでもそういう風な顔になってるんちゃうかっていう部分と、会社の金使いたい放題になってたのか、それと、あとは、だから僕もその時に警察に通報して有馬警察署の人に来てくれって言ったんですよ。で電話に出てくれたのが多分2000年に淡路花子で一緒に働いていたキッチンで、岡崎さんっていう人で、働きに行く前にまあその人たちと話していて、まあ相談事だったら俺たちが聞くからっていうことで現場行ってるんだけども、そこの現場に現れたのは菅野美穂っていう女で女優で、そいつはもう僕の女でも何でもないから、もう僕のせいにさえ困るから、本当に顔も変わってしまってる、名前出した瞬間ほら。小学校1年生の頃、東山小学校で同級生だったんですよ。で、いつの間にか学校からいなくなってる。で、港川中学校、東山小学校の、その一つ上の先輩の菅野さんっていう人、本名、だから名前をそれで菅野から菅野に変えたのが、もともと菅野美穂だったのが、菅野っていう男性の人、もうその人は、ものすごい体鍛えてました。背も高くて。だから、短距離も長距離も、めちゃくちゃ速くて、中学生で、軟式野球ですけども、もう130キロ台出てる。もう一人だけも、運動神経ずば抜けてました。で、あいつの球取れるんは俺しかいないって言ってたのが、その、上田さんっていう人で、その後、秀和株式会社2000年から2001年、店長として働いていた時の名前が竹縄。長時間労働を私にさせるものなんですよ。で、その菅野さんがマウンドに立った時に、もう多分本当は妹だったんじゃないかなっていうのは、もうこれ本音なんですよ。で、あだ名ガッツ、ベルセルク。で、キャスカは違う別の女性。もう最悪。
で去年皇居行った時に、帰り在来線に乗って帰る時に、僕が座った席の目の前途中から乗ってきたのかな、うん、多分途中から乗ってきたんだと思う。目の前に座った女がナルトルネッサンスリゾートホテルの田中なんとかって名乗ってた女、今頭の中取られてるから名前が名乗れない、フルネームを覚えてたはずなのに、そのいつの顔に変わってて、目の前にいつも去年座ってた時は金髪だから、僕と過去ちゃんが変なことをすることによって、だから逆パターンもあるんだと思う。だから僕の周りにエロ業界関係のやつらとか来たりするのも結局それなんだと思うんですよ。皇室をエロ業界側にしてアダルトビデオコーナーとかで稼いでた連中がまだ金稼ぎしたかったんだとかだと思いますよ。だからそこまで話何回か腹割った話で言ってるのに、多分ね、今顔変わっの途中からもう最初の方に戻してもらったら分かるから、顔変えられてる。で、それについて、個人情報方法じゃないから、世の中。無理だから、2003年から、法律出来上がったの。それで、相手の名前を隠してたら、隠蔽になるの。何があったか誰が被害者か分からなくなるから。出すなって言ってんの、テレビに、菅野美穂。だけども、それを何年も前からずっと出して、テレビ局が挑発行為してたの。もう、エロ業界出身の人間多いの。ちゃんなんちゃの内村っていう男と、今報道ステーションの徳永って名乗ってる女性。あの人もフルーツやパークに金髪で来てた女なの。僕より年上だと思う。で、温泉で、その内村っていう男が入ってきた時にそれを受け入れてる映像が流れてるんだけど、あいつ何歳なの？だいぶ年上なんじゃないの？民法720条や。丸一丸二、疑わしい人間相手に敬語なんか使っとったら無理やって、もう見守られへんから。正当防衛。無理だって。コンピューターとか人間が法律覚えろよ、ちゃんと。相手次第や、はっきり言って。相手によってどういう法律がしっかりと適用されるから。内容は重要やねん。もう今日なんかもうずっと自分が朝ご飯も食べるの忘れていて、すごく嫌な気持ちになっていて、1日中15時くらいですね、朝ご飯やっと食べれたのか。朝ご飯食べてないことに気がついたんですよ。でも正直もう家の中で僕は加古ちゃんのことをもうちょっと罵倒するようなこと言ってますよ。もうそれしょうがないでしょ。こういう構図なんだったら、エロ業界の女を皇族が回してきてることになるんですよ。本当に、皇居行って断って。もう本当の話が聞きたい、本当に。世界中の人たちで本当に、国民投票するんだったら、そのエロ業界という存在とかについて、法律とかについて、どうしたいのか。忌憚のない意見。もう世界中でなくそうっていう意見の方が多いのか、そういうふうな性被害者の人たちを置き去りにする意見の方が多いのか、もうそれだけで結果がおかしな結果が出るんだったら、もう僕も投げ出したよ、河川水門開閉式玉発電の話とか。どうせ誰も協力してくれないんだから。無理なんだもん、僕一人じゃ。マスクしてる警察官何人おんねん、本当に。あと髪の毛染めてる人間。やめさせろよ、所長何しとんねん、本当に。もうネイルアートつけたやつは何十年も働いておんねんで、有馬警察署で、女。無理やん、こんな世の中。そんな奴らそこで働かせてるから、世の中めちゃくちゃになんねや。なんか痛いっていう言葉が聞こえてきてるんだけども、わからない。そのものの声、
カコちゃんの声じゃないと思う。カコちゃんの偽物としてフルーツやパークに働きに来た人間。だコンピューターと、あとカコちゃんも喋り方とかで、2種類、2通りの声とかに変わってる時とかも聞いたことが実際にあるから、その記憶を取り戻してる。で、そう、だから、顔はだいぶカコちゃんも変わってるから、だから、淡井圭介と話するんだったらもうここ。だからその前に自分で電話連絡すること。で、扉開けるのが怖いんだったら、近くまで来た時に電話すること。例えば駅まで迎えに来てほしいんだったら駅まで迎えに行きます。だから僕は皇居訪ねに行った時に、警察官でも誰でもいいから、だから赤坂御所へ案内するとか、別に佳子さま案内してもいいわけじゃないですか、この辺歩くぐらいだったらって。なぜ？なぜ引き延ばしをしたいの？で、皇居の近くで、エロ業界に近いハリウッドの映画に出てた連中とかが歩いていました。その男が何か誰かわからない。もしかしたらトップガンのトム・クルーズかもしれない。そしたらもう最悪。まあ違ってたあのトム・クルーズさん申し訳ないですね。あの、ごめんなさい。けどなんかしてること見てたら、エロ業界側とかでこうノーエルでオートバイとかに乗って、でふざけてるんじゃないかなにも見えるんですよ。映画の作り方見たらトップガンってでしょ、マーヴェリックだ、整合性合ってくるんですよ。あ、アメリカの映画も変なのが多くて、もうどこかでこうちょっと開き直っちゃってるんですよ。下がこんなに頑張ってんのに。いや、各自自分のしたことだから、上とか下はあんまり関係ないんだけども、給与の問題。働いてるのと僕変わらないから。だから、なぜエロ業界の人間とかをテレビ局は採用したがるのっていうことを考えていくと、テレビ朝日の早川さんもエロビデオ出てました。警察官でも出た人見たことあるんですよ。あ、もうそいつ無理やわって。向こうのは年上ですよ、警察官ですよ。もう僕も口調変わるから、もうこいつ誰やねんって、名前言うよって、晒せよ世間にって。お前税金で飯食いながら大金稼いで年収、エロビデオは？で、お前、どんなこと言って、何人精神病院に連れて行っとってん？お前、自分のことバレるの怖かっただけやろ。お前、一人俺んとこ来いって言ったこともあります。めっちゃくちゃ腹立ちますよ。賃金の不払いとかで、実質的な公務員とか議員の世界がこんな無茶苦茶な奴らばっかりだったのかって。もう1956年売春防止を遅すぎるって。明治時代に作っとけよ、それぐらい。そんな真面目な道徳観念あったら、そんなことせえへんよ、売春回収。店開いて、で、元が銀行。なんかもう、デイリー新潮か何かのインターネット記事、佳子様とかの記事、なぜ扱える権利持ってるの？潰れろ、はよ。神戸やろ。お前らエロ業界側やん。話ごちゃごちゃにして、何ややこしいことにしようとしとんねん。お前ら建築業界混ざってんの知ってるんだよ、こっちだって。息子。松方弘樹の息子。一時期混ざっとったやろ。入っていくとこ見たから。三宮の。で、そこから普通紙は、
場所バレたから他のところに移動して逃げたのか、もうけど同じそこのビル松方弘樹って書かれてるから、ハーバーランドの、また国民の税金使って逃げ出したんか、お前ら嘘ばっかり書きやがってって、ほんと自分の手話株式会社のタンクローリーの事故を、この間、手話株式会社関係のことについてっていう、その賃金の不払いの、ああいうふうな、形だけじゃなくてね、最悪これ行政と組んでた可能性なんですよ。本当に殺してしまって、こいつの口塞いでしまおうって、物言えなくしてって。もうちょっと荒事は、もうみんなやめた方がいい。この世界。もう元々のスタート地点がもうめちゃくちゃだから、昔もともとプロ野球業界とかでも乱闘が多かったのは、それはもうそうだと思いますよ、本当に。だから流刑の話がどうしても混ざるから。だから僕からの勧めで二刀流で成功して、翔平が結婚できたことに関しては、僕本当にそれで良かったなって思ってます。まあ僕みたいな人生歩まなくて済んでるわけですから。で、この間、グレイのその30周年の記念で、まあ着信通知があって、見たんですよ。で、テルさんが会うってこうはっきりと言ってくれて、それも昔、テルさんも警察官の制服着てね、ここに現れた、なる人様もあるでしょ。無理だから本当に、前もって言っといてもらわなかったら。前もってがないの、みんな。で、書類生かして、書類生かして渡してあげるっていう行為。これはないの。わからないから。顔みんな結構変わるんですよ。本当に。安倍さんもそうだしたけども。もう僕もさっき菅野美穂の話しただけ、これだけ顔変わってるから、もう言葉出した瞬間声でしょ。っていうことは、変な裁判所の判決持ってるっていうことを。うんっていう声は聞こえてきてるけども、どうせそれフェイクやろ。どうせ嘘や。こっちの判例で行くよ。進行や進行、物事進めるの方や。潰してあるよ、そういう奴ら。エロ業界側の裁判官にどうせ。徹底的に手を見てたらあかん、判決とか、なぜ保持してないねん。テレビ局に。いや、だから、佳子さまも最初の方の短いスカートの下に履いてるの、まあ、映像グラフィックとかでごまかすのはなしなんだけども、男性でいう、その、なんて言ったらいいかな、桃引きというか、もうそれ言った瞬間、足の筋肉の一部はなくなってるような気がする。だからそれ言わせるためにそういうふうな履き方してるのか何なのかの話にもなるから、だから、それは下着であって、男性はもうズボン履いて隠してるでしょ。まあ足首のところぐらいは、まあけど、靴下もそれを隠すような形で僕は靴下履きますね、上から被せるように。まあ硬いんだと思いますよ。海外行ってしまって、そのイギリス自体も、ああいう国でしたから植民地支配をたくさん広げていたから、その後の問題がものすごくある。だからもうみんな上の方行っても真面目だったとしても、投げ出したくなるっていうのもわかるんだけども、インターネット記事でまた流れてきた、いたのが、義手とか、それ映画業界でしょ、本当のところ。で、定期的に流れてくるニュースだから、もうその話も定期的に流れてきてるからもう信じれない。義手の人の話。だから女性も言ってあげなかったら、下着なのか何なのかがもう理解できてないんじゃないですか。だからもうそれから一応佳子さまとかも、佳子さまもしっかりとズボンを履いたり、一応金の公務にしたそれをしてましたけども、だけども、だから公費を使ってなぜ、だからね、この話、整合性は一致するんですよ。僕は叱らなかったら、お前の、嫁さんになるかもしれない女性なんやろって。
本当に愛してるんだったら、おかしな行動を見つけたら、それちゃんと叱らなきゃダメよって、それ結婚してからもしなきゃならないんだからって、夫婦をお互いに。まあ何でもヘラ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 笑って済ましているんだったら、だからそれが事なかれ主義の最悪な形であって、エロコーナーがある、アダルトビデオコーナーがある店舗についても潰せないっていうのが、これが現実で、これも正直に言うけども、柔道の阿部一二三って、年齢偽ってない？大丈夫？髪の毛なぜ茶色に染めてる姉妹で、姉妹、じゃあ兄弟で、一二三と、あと、歌？なんか、もうだんだん偽名に聞こえてくる。両方とも。123と C で歌やろ？もうテレビ出るとき全員偽名とか、それだったらエロ業界側やで。ほんと。ちゃんと悪いことしない人間は僕みたいに運転免許証を世間に開示しよう。個人情報方法、それ利用して隠蔽を図り始めた。淡井圭介という存在が現れて、二十歳ぐらいの頃から、あいつまとも側やって、法律側やって。エロ業界側とだいぶややこしいことになってるって。だからそういう勢力との、対決みたいな形になっていて、もう今なんか電波で終わりっていう声が聞こえてきてるんだけども、もうその人ももう、この世にいらっしゃるかどうかわかんないイギリスの王室の人。もうその人はもう多分年齢的に、まあ、もうそうだろうなって思いますね。イギリスだって人口2000万人いらっしゃるかどうかでしょ。いや、もうイギリスっていうあの面積見たら分かりますよ。もう、そんなに人いない、ね。もうフランスも3000万人いたらいい方。多い方。あそれで周りの国見てみたらよく分かりますよ。もう大体表記してる人口の3分の1か4分の1ですから、どこの国も。国境コロ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 変わって国籍が重複していて、で、そういうふうな形になってる。で、分からないのが、僕もたまに、まだテレビのニュースで以前の内容をずっと放送してるから、以前も昔僕、佳子ちゃんに言ったんですよ。握手しちゃダメよで。で、それで絶対握手しませんっていうところまで話進んだのに、また握手し始めるでしょ。しかも自分から手差し伸べて。差し伸べる相手は、淡井圭介に手を差し伸べなきゃならないのに、他の人に手を差し伸べてる。だからそれするからスポーツのクラブチームとか増えてる。もうずっと皇室が増やしてるから、本当に。やめてじゃなくて、僕はやめてって言ってることをやめてくれて、で、2リーグ12球団制とか賛成してくれたらいいのに、全然協力してくれない。本当に協力してくれない。全く協力してくれない。ここ来て話しなかったら何も確認できないもの。口先だけなら何度でも言えるもの。一瞬一瞬。ちょっとしたこと。行動だもん、最後。分かった、こんなダーティーな仕事、俺、もう自分の方から、やめるわっていうぐらい。もう私そんなもの、こうもで、行かへんわって。本当に見に行かなきゃならないんだったら、自分がお金入って入場するぐらいならなきゃ。僕は去年、ヴィッセル神戸を勝たせていて、で、自分の頭の中とかを貸して、で、もうほぼ優勝が決まったのかな、優勝決まった、もう最後の1試合の時だけ、ウィングスタジアム神戸に行きました。だけどもすごく残念な光景を見たのが、関係者だけ無料で入っていける、それ用の人間がいる、で、髪の毛染めてる人間が無料で入っていく、どうせエロ業界関係の人間。もうエロ業界と深く関わると、どうせ、インターネットとかで月々お金払ってとか、そういうのを見てる連中でもいるんでしょう。なお金が回らなかったらいくらなんでも無理があるだろうから、どっかからお金が入ってこなかったら、もう最悪なのは銀行からお金が回ってる状態。あるから実際今まで。もう何回も説明してる。それはもうこの辺だけじゃないんでしょ、どうせ。東京と大阪、もうそこは一番エロ業界の巣窟だから、
だから昔僕とだから安倍政権の時に僕は変なことを言い始めたとか何かそういうようなことを言ってた人たちがいたんですけども、冷静に今までの話を聞いてもらったら首都を遷都しようっていう話もうそれなんとなくそれ本当にした方がええんちゃうかって、まあ、一応世界遺産だし姫路城だから海外の人たちから見たらもう一回姫路に移した方がええんちゃうかと、だから上の方がそれだったらもう無理やろって、だからどこまで知るかは僕も分かんないですよ。だけど握手を異性とするのやめてくれって言ってもやめてほしいって言ってもそれとも頭下げてやめてくださいって言わなきゃなんないの、それしたら世間の人は誤解する、上行きゃ何でも悪いになるから言われん、余計敬語使われん下の者からしたら、余計というかもう過重で敬語は使えない。だからやっぱりテレビ局用語でだいぶ洗脳されてますね。その言葉を余計に聞こえたりする人が存在するんだと思いますよ。だから行動、本当はその過去ちゃんの行動、あの異性と握手したがるっていう行動、あもうサングラスつけてる人間ヌードになった男とかいっぱいいるから、本当はターミネーターのアーノルド・シュワルツネッガーさん、あの人ヌードになってるから、一番最初のワンの登場シーン見たらわかるじゃない、ヌードやん、あいつはエロ業界やんっていう話になるんですよ。で筋肉つけて自分のしたいことをしていた、で最後知事、もう見たらわかるじゃない形、政府上層部もともとエロ業界、で今のその現実的に生きてる人たちの中でね、ほとんどの人はそういうエロ業界っていうのは嫌いだっていう人たちも多いと思いますよ。そういう連中と関わって鬱陶しい話とかにこう巻き込まれた人なんか特にそうだと思うんですよ。そういう人たちの方が多分多いはずです、まず間違いなく、いくらなんでもそこは人口4000万人台だったとしてもそのはずなんですよ、計算したら。だから加古さんが、まあ、だからちょっともう他人行儀な、だから距離離れてる部分とかも、その、コードね、僕と遠ざかりたがってる加古ちゃん、僕は結婚を求めているのに、裁判官の人も言ってるんですよ。自分、まあ、あなたの場合は違いますって、自分が好きな人がいて、自分から告白して、その人が、結婚してくれたんだったら、それは、問題ないっていうことは、だいぶ前の裁判でも、それは決まってるんですよ。だからその判決の書類が僕はも保持してないだけで、裁判所の法廷でそういうふうに女性の裁判官は言ってくれてるんですよ。まあ、だいぶ動画の数とかも多くなりましたけども、もう本当はヘトヘトですね。うん、だもう最悪菅野美穂の話して顔を変えられたりしたから。だからほっぺたとか、まあ、最初の頃からこうちょっとやつれたのは、もう、まあ、ナルトニアサンズリゾートホテルで働いていた時のアリーさんもそうでしたけども、警察官の人でね。で、正直もうその人がどういう人なのかは知らないんですよ。知らないんですけども、アリーさんももう念身に水だったんじゃないですか。だから、ナルトニアサンズリゾートホテルのそのアリーさんだけじゃなくて、他の現場の警察官の人たちとかも。もうだからもうみんな一筆書いたらいいんじゃないですか。エロ業界の人間ではありませんって、もうそういうのも買わないし、で、そういうのも借りないし。ただ、この間のその漫画の件みたいにね、あれは絶対なしやわ。格闘技漫画の中で、女性が胸出してるシーン、セイレーン。だからそれはそこで、ここの国に、本当は台湾系とか中国系とか、朝鮮半島系の人たちが、日本のテレビでああいうふうな放送をしていた部分があって、家の中から何らかの法律の部分で、
僕の家の中から書類盗んだりしてたんでしょ。か日本人がその他の国に示しがつかないからっていうことで。違うよ、警察じゃない。警察がすぐに店じまいさせたらいいじゃない。行政と法律であるじゃない。行政指導何回もかけたら政府が押収できるんだから、いつでも倒産させれるじゃない。簡単よ、一軒なんだろうがグループなんだろうが同じよ、すること。ちゃんと神戸市北区の藤原台の北新ビルの北区役所、出張所の窓口の今担当者は別の方に変わりましたけども、宮田さんっていう男性も言ってくれました。他の人もこっちの方からも行政指導をしておくからってした後です。これ撤去してなかったらね、さすがに。けどそれ言ってくれた人は政府でしょ。全然笑ってないですよ。 大真面目な顔して僕もアイコンの意見と同じだからって。もうこっちもちゃんとあの行政指導、ちゃんとしてるからって、大丈夫だから安心してくれ、いいからって。もうみんなこう踏ん張りどころ、踏ん張りどころ、もう漫画業が漫画業、もう本当に人口分かったはず、もう無駄な漫画から終わらせていったらいいから。もう正直日本で作られてるかどうか分かんないから。遊びのネタで海外で作られてる可能性とかもあるから。ふざけ半分で生きてる人間なんかバラエティ番組見たら分かるでしょ。仕事中にふざけてそれでお金稼ぎできてしまってるから。一番最悪だったのは、例えば極楽とんぼっていう芸人の加藤さんっていう人、特攻服着てる。特攻服、第二次世界大戦、その後報道、絶対無理やって。もう僕は大阪ヒルトンで働いてる時から言われていたから。そしたら今度上についてた大阪ヒルトンのあの髪の毛染めてる人間から、ここに証拠があるからとか言って裏ビデオ渡されて、最悪本当に。もうやっぱりエロビデオに出てる人間はテレビ出てる、いっぱい。もうだからもう2社2社合併したらいいやん。もうエロビデオに出てない人間がもうテレビ局残っとったらいいじゃない。なんで報道出てんの。報道出てる人間悪い人間ばっかりじゃない。だから男性何いんの。だから男性が映ってないところは結構あるから、そこは知りたい。だから議会とかで殴り合いの喧嘩とかになったりしてるところは正直今までの歴史の中であるから、いやそれはもう相手がそこまでしてたやつでヘラヘラ笑いながらそれを美化するようなこと言ってたらどうします。性被害者の人たち、僕も性被害者の方ですけども、まだ童貞だけども強制的に触られてる。それも両顎を殴られて、もうこの辺の歯茎とかもうほとんどなくなって、もう根元まで歯全部見えていて、歯並びこんなに悪くなかったんですよ。この方綺麗な歯並びしてたんですよ。でももうガタガタで、ここ歯ないで、歯なくなったら歯茎がこういう風に塞いでる。だからそれをもう一回歯茎を切り落として、だからインプラントなんかもう怖くてできない、痛いから。麻酔しても痛いもの痛い。やろう、もうこの辺ですぐ何か言ったら車来ようけども、何おんねん江戸業界のやつら。もう見つけた人間から怪しいでええわそれで。テレビ出とったんやろ、ハレム整骨院通いだったんやろ。もうそうやって、もう絶対そうやって。もともと警察官の中に江戸業界側だった人間はたくさん混ざってるか ら、まず警察官で警察官同士をチェックしてほしいし、いや本当に、あと警察と
ああ、もうこの業界本当にそういうところ徹底的にずっと潰していかんかったもんやし、だからハリキューンマッサージなんかおさわり屋さん、異性までおさわり屋さん。だから小林麻耶なんかは、もう僕も家で見せられた映像はショッキングだったんですけども、別に異性に服の上からじゃなくて素肌で揉ませてるんですよ。で、だからその男と結婚したんでしょ、小林麻耶は。だからやっぱり離婚するんじゃないですか、まあ、いろんな人間お触りずっとしてるから、愛が何かも分かんなくないでしょっていうことです。佳子さまへのメッセージ、やっぱり社会的地位を考えると、やっぱりまあ佳子ちゃんへのメッセージ、なんかもう困った顔になって前ね、こうしわ寄せながら言ってるんだけども、なんかそれ理由でやっぱり顔取ってる連中が存在するんでしょ。宮内庁とか君たちの方が下よ、民間の方が上よ、ここ民主主義の国だから覚えてよ、民主主義、公務員の方が下よ、内容もう老人ほど、もう本当に疑わしいのと、もうけどもう僕ぐらいとか僕より年下の年齢でもおかしな、そういうやつらもういっぱいいますよ本当に。もうだからもうテレビ局止めといたらいいんじゃない、もう2000社合併で夜中と明け方の番組なくして徳永アナウンサー無理やって、もうそれでも結婚せんかったんやろ、だからそういうことばっかりしとったら人間なんやろ、で探してあるんじゃないの、エロビデオとか本当は出てたんじゃないの。で高島彩とかどう、僕ゆずの北川さんなんか髪の毛金髪に染めてるから、岩沢さんなんかどうなの、本当に硬い方、なんでそのゆずの北川さんは髪の毛僕は染めないでほしいって言ってるのに髪の毛染めるの？出てた人？エロビデオとかに。で、映ってなかった？そんなに卑怯な人？ちょっと本当、だからまあ、だからそこまで考えたときに、僕東京都に関して安倍政権の時にね、だからそれせんとって言ったんですよ、まあ、隣の大阪は正直邪魔だけどって、もうそこも多いで、大阪府のその真面目に生きてる人たちからしたら、もう君みたいな人が隣の県にいてくれて頼もしいっては言ってくれると思う、まとも側の人は。けど今でも覚えてるのが、その港川中学校のその一つ上の先輩の人たちのその野球の夏の大会最後の試合、最初はリードしたんですけども、だからお前じゃないと無理だからっていうことを、先輩から言われてたんですよ、菅野さんとか、もう俺のところの家もちょっとあれだからって、もう同じような名前の女の子いたの覚えてるって、いや覚えてないですって。だからその何かあったんでしょうね。で、学校からいなくなった後その後どういうふうな生活をしていて、分かんない、その国籍も本当は台湾とか朝鮮半島とか中国とかあるといえば考えられるでしょう。僕はもう全部教えてほしいぐらいですね。だからその人の菅野さん、あだ名ガッツって言われた人なんですけども、その人はまあこの辺歩いてたことは何回か見かけましたね。ですごく、気温が下がる。だからその人がその夏の大会満塁になった時にみんな意見分かれてたんですよ、そういう話知ってたから、チーム内で。で、菅野信じたらあかんのとちゃうかって、そいつが直接したこととちゃうぞって言ったんですよ、誰かは。
で、菅野さんがマウンドに上がってどうなったかって言ったら、押し出し、フォアボールの。で、もう負けて、サヨナラ負け。そういうの話を全部本当のことを聞いて、あの人たちが見てるとかそういうことも、どうせあの人いたらバレるからっていうことで、せめて言い方ぐらいは潔くしましょうっていうことじゃないですか。だから、かっこちゃんもその握手するのをこれでやめてくれたらいいんですけども、これでかっこちゃんが握手するのをやめてくれないんだったら、もう馬の見念仏ですね。だから馬見に行ってるんじゃないですか、馬術を。あんまり競馬のレースなんか僕も特別見たいとも思わないですね。うん。そういう系統に寄っていった時に、やっぱりそういう方向性に寄っていってるんですよ。だって現に僕じゃなくて山口博之さんを呼んでたわけじゃないですか。しかも既婚者も。隣に座ってデート。馬術デート。しかもお金もらいながら。だからなんとかデートっていうのもいろんなところで流行った。テレビのニュースとかで。だから、かこちゃん自体がまずしっかりしてもらわなきゃならないし、だからちゃんとした話、ちゃんとした生き方をし、しっかりした生き方をしてきたのかどうかは、それはあって話したい。まずはそこから。結婚希望相手はかこ様なんですけども、いや、じゃあなんか、どうせ僕の方が持た